ブレインがなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。お友達が増えたで。ふむ、何時からの誘いであればよかろう。せこ、君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだ。うわぁ、なんだか強霊院の人がたくさんいるぞ。なんで？そもそもリカラ大将宿は強霊院の管理下にある。強霊院の者がここで働いているのも当たり前のことだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくても。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。そしたら強霊院がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間強霊院は砂漠である缶詰知識をなくした。おお、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法もお前の妹さんのことも分かるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ？それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし、もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを解明したって彼らに損はないからな。だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち、彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ、アフ
フマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで、俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。カニの缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して、もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは、うん、そう思ってくれていい。君、あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが教令院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。こんなもんなんだ。ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ片手剣の戦闘技術8。うん、本当か。よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。そうだな、対象実験を行うのはどうだ。俺はアーカー社端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定し、2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから。あ、おお、アルハイゼン、ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんで。学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は、ごまかされたような気がするぞ。もういいだろ、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。律令直火の用心、ふっ、へいや、へっ、せっ、えっ、ふっ、おっと、そりゃ。いくで。今君のアーカシャ端末に接続。ではこの缶詰知識を使おう。これを手に持って君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君はこの力を活性化できるようになる。
ならもう一回戦いに行こうか。律令。ではデータをもう。アルハイゼン、うん、君たちの買った缶詰知識は確かに彼の戦闘能力を。待て、いくらだって。やっぱりあの悪徳商人オイル。まあそもそも彼が強い実力を持っていた場合、缶詰知識少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。俺は先に大正宿に戻る。二日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリ。できるのか。あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。おおさすが、あなたたちのような気前のいいお客さん。ただその情報は決して安くはないですの。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。つってもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いて。アフマルの目。ほら、お客様もよくご存知ですの。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので。その、さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのない私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの、お二人のように知識の豊富なお客様がいてください。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか。早くアルハ
どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ。ほう、はっきり取れているな。この上に映っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。こうなると来週彼らとの武力対談で、アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか、あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。行くぞ。マシかと思ったけど、こんなもんなんだ。でもいいのよ。でもいいのよ。アルハイゼン、まさかイカレ野郎がまた。この対談は俺から要求したものだ。かなり盛大に迎えてもらっているようだが。助っ人？店にいたガキじゃねえか。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。
公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。発狂した例はどうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教練員に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに。さあ、でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係も。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中で、実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビは、しかも教練員には神の知恵を象徴するアーカーシャが存在する。そうなのか。俺は教練員に戻るつもりだ。君たちはどうする？もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから、少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。さて、これを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。